女の子の活動者さんとかをリポストして宣伝したらリスナーさんはどう思うんでしょう。勝手にお前が思い描いてたら俺だった俺はやっちゃうけど。クロノバフルミアシノンアルクシャルロ甘いメデムこの目クロノバでーす。クロノバでございます。突然ですが皆さん、昨今のコンプライアンス事情についてどう思いますか。おっと今日はそういうのが気になっちゃった感じなんで。最近はテレビとか見なくなっちゃったかも。あー Z 世代やな。この世のしがらみにとらわれてる。グーのこっちょだ。いやお前はもうちょっとしがらみにとらわれた方がいいですよ、ね、ルールはない。実はそんなコンプライアンス歌い手にもあります。はい、コンプライアンス確かにあるね。コンプライアンス、マナー、暗黙の了解中ね、ルミアたちの知らないことがくっそあるんで、ルミアたちもコンプライアンス違反しないようにその行動が正しいのか丸バツクイズにして今日は持ってきました。丸バツクイズ。なるほど、ありがたいじゃないですか。なあ行きますか。はい、はい、クロノバ。はい、ではではでは早速ここで答えてください。はい、第1問目、はい、X でライブ当選結果をポストした、丸か×か。まあ別にいいんじゃない。いいじゃんね、うん、嬉しいことなんて共有した方がよくね。まあそうだね、ちゃんとお知らせしないといけないんじゃないかな、はい、勝者の特権だな、うん、正解は×です。×なぜ、そうなの。これ当たらなかった人もいるんで、やっぱその人に配慮したポストをしなければなるほど、そういう運も実力のうちだら、それはちょっとコンプライ違反になる、マナー違反というか、ただのひらみじゃねえか。落ちるとこまで落ちられ。ではではでは次いきます、はい、リスナーさんを喜ばせたくてサプライズで配信を撮った。どうでしょう。これは配信者側がってことだよね。配信者側ですね。まあ結構やるんじゃないのみんな。そうだね、俺も深夜4時とかに配信したし、うん、問題ないだろ。4時行くなんじゃない俺×だと思いますこれ。え、なんでですか、はい、見れないリスナーさんもいるから、なんかそこに配慮するみたいな感じかな。はいはい、あその通りでございます。正解は×でございます。もう配慮、配慮なんだ。あーもう配慮なんや。さっきのも罰だったから24時間張り付けない方が悪いんじゃないかなそんな感覚でやってんの。やっぱね、時間が合わずに来れないリスナーさんが病んでしまう可能性があるわけですよ。全部おーってしてくれるのありがたいけどな。ウルミアたち活動者はリスナーさんを病ませてはいけないので、こちら罰になりますね。サプライズむずっ。サプライズはできないじゃないか。じゃあ続いていきます、はい、これ活動者側ですね、うん、はい、黒髪のウルミア君、垢抜けるために髪の毛を派手髪にしてみました。丸かばす。好きにせえや。好きにしろ、そんなこと。いいじゃん、好きにしろ。それがダメとかいう世界線があるんか。界隈にはね、黒髪過激派もいるんでね、あの勝手にやっちゃダメですよ。バツそれは。いいじゃん、どこに言う、どこに言うの。そいつが好きな格好をするのが一番素敵だ。それがね、やっぱりダメなんです。やっぱ黒髪過激派が怒ってしまうんで。どこそね。どこに申し込んだ派手髪にすんの。じゃあ自由意志ない行政とかに言うの。派手髪にしようかなっていうことを配信等で言って、心の準備をしてもらってから、こう、じゃあ予告がいるんや。あれ急に変わられちゃうと悲しいよね。なんだそれ。じゃあもうカナさん今あれやん、白髪だからもう黒に染めるとき毎回あれやん、言わんけダメやん。俺黒にしようかな。変すぎるなそれ。でもさ、急にやっぱ派手髪とかにしたらちょっと解釈不一致とかが起こる可能性があるんで、みんなびっくりしたんすね。勝手にお前が思い描いてた俺だ。じゃあ続きましてどんどんいきますよ、はい、ライブ参戦時推しに覚えてもらうために天高くペンライトを突き上げた。なんかちょっとおしゃれな言い方だな。これ問題になってたやつだ。あ、そうなの。歌い手界隈は胸より上だっけ、手上げちゃいけないみたいな、回ってきました、ね、はい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 、はい、じゃあ腕振ってって時どうすんの。わかんない、わかんない。そんなお前血管があるマナーがっていいのかな。いや、そんなライブで帽子とか被んないようにしようねとかすごいわかるよ。はい、なんか厚底履いちゃいけないよね。ハイヒールはまずいよとかさ。はい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 、はい、ペンラのコットロ、ペンラもダメなんですよ。なぜかというと、しのくんがほぼ正解ですね。やっぱ上げると後ろの方が見えなくなってしまったりとか、あとやっぱりペンライトってやっぱ明るいんでね、はいはい、後ろの人がこう眩しくなっちゃうんですね。携帯、はい、をいじらないでくださいねみたいな。じゃあもうペンライト激しい。お前らができないなら俺はやっちゃうと思う。手挙げてるやついたらあるけど、君の舞台に立つ側へ。じゃあ次いきましょう。素敵な活動者さんがいたのでリポストして宣伝した。え、これは活動者さん側ですね。あーなるほど、ね、あーなるほど。だからウルミアとかが素敵な活動者さんがいたのでリポストして宣伝した。好きにしろ。宣伝か、宣伝か、難しい。ダメな、え、見たことあるよでも。え、これアルさんは罰っていうのか。いや、これはなんだろうな、うん、実際にそいつと例えばじゃコラボするとか、そういうなんか道筋があるんだったらいいけど、ない状態だとちょっと不自然だなと俺は思う。確かに、はいはいはい
はい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 。これ考えて想像して、イマジン、ノーヘブン、天国なくなった。これが例えばじゃあ、はい、ウルミアが女の子の活動者さんとかをリポストして宣伝したらリスナーさんはどう思うんでしょう。女好きだな、女好きなんやなって。かかれた酒場が剥がれた女、しゃがれた看板掲げたオーナー。やんじゃん、やんじゃん、やんじゃん、そこと仲いいんだってやんじゃん。でもリポストできないとウルミアがやんじゃとかない？ふざけんな。投票被害グループです。ダメです、違います。ということでこれもあまり良くない。厳しいなこれ。これラストですね。推しが大好きなのでグッズをたくさん購入した。これはもういいでしょ。これはまるです。流れ的にこれ全部バツなんだよ。いやまるです。いやまるだね。いやまるですよ。まるですねこれは。これはまるです。これはどういい。これバツかもしんないよもしかしたら。愛の分だけ買ったらいいんじゃないの？皆さんファイナルアンサーでいいですか？まるです。いいです。まるです。これみんなが買っちゃうと売り切れになっちゃって買えない人がいるかもしれないんだよね。そうだよ。いっぱいさみんなが買ったらさだってなんか会社が作らなきゃいけないじゃん。違う、みんなが買わないと次出すときいっぱい作れないじゃん。そうみんなが気使って誰も買わないってなる世界線があるかもしれない。そうやっぱ活動者側のマインドというかリスナーさん目線やっぱ買えるか不安だからさ。ね、まず一番平和なのは誰も何も買わないっていう。いやでもなんかそのやっぱ売り切れになる前に買うっていう争奪の魂みたいなやっぱやそもそも売らないという選択肢が出てくる。ダメです。何を言ってるんだお前は。クロノバ。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。配慮ですね。いやー難しいですね。でも配慮しすぎると何もできなくなる。やっぱクロノバがいっちゃ苦手なやつよ。そうだな。確かに配慮なんてしたことない人間たちしかいないもんな。あるけさっきから何の配慮もない発言しかできない。いつも以上に配慮がない。俺は俺の道を行く。まあそうなんですよ。このようになんかわけわからんこう誰のためやねみたいなコンプラとかマナーとかもこう界隈にはいっぱいあるわけですよ。はいはい、正直多分最初はそれこそ配慮とかそういうね優しい心構えから始まったもんやと思うんですけど、これ押し付けんのは違うやろうし、なんならグッズなんてなんぼでも買うてええがなっていう話なわけで、実際その心の話はもうグッズなんてもご用意しますよこちらが。いくらでも生産しますよ本当に頑張って。そうですよ。ということでね、なんでもかんでもマナーマナーってね、脳死でその通りに動くわけではなく、活動者もオタクも本当にオタクのためになるのは何なのか、推しのためになることは何なのか、それを考えた上で行動しようというね、そういうわけでございます。なるほど。この動画啓蒙活動だったの？